やりたいと思います。あつ森、あつ森、乗り物自宅編わろた。なんじゃそんなに。笑ってるな。笑ってるね。毎回外でやってたのに、なんで今室内。家でやっちゃうんですね、とうとうね。のりさんからちょっと一歩ありまして、悟りました。別に行く意味なかったわざわざあんな公園でちびっこに注目浴びながらやる必要ないんですよ。ただこれだけ言わせてください、はい、俺が撮ってる間すげえ変な目で見られますということで今回から室内でやってはい、はい、本日は中日ドラゴンです。よーし中日ボーイオドラゴン日吉みたいな言い方で。はい、ということで僕大の中日ファンなのであんま似てない選手が一人いることに罰金1万円でかすぎだとだと、だと愛がありますから。ファンのやっぱ思いがすごい。嘘でしょ。もう全期待を背負ってるわけですよ。東京ドーム行ったじゃないですか。はいはいはい。本当にいろんなさスタッフさんがもう乗り物見てくれて、そうなんですよ。それぐらいやっぱもうね期待値高いわけです。影響力もあるわけです。はい、中日ファンに謝ってもらいますからね。大丈夫です、似てるです、ね、似てるか面白ければ大丈夫です。あそれでは一人目の選手です。はい、おー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 松坂大輔ですね。まだ、だめだ動画よ動画でそういうことしちゃダメ。最近すぐ立てるからね。もうムカつくもん斎藤が腹立つもんやばくない。俺らの年で松坂がピッチャーかバッターかって区別ついてないのなかなかいないと思う。いやでも所属は合ってるでしょ。所属は合ってる。まあまあまあ、マジで俺見ろい。さつきさん、古田選手。モザイク大変。次はやられたくないよ。会場リーチだ。会場システムどうすんのこれ。いやもうもちろん会場リーチ。京平さん、大島選手。ああ、京平。京平。傭兵って言ったよ。あ、傭兵じゃない。誰がお前のコーチ。いや、まあ、大島さんですよ。日本球界屈指のリードオフマン。秋山翔吾の次ぐらいにすごい一番じゃないですか。あ、なぜか評価薄いんですけど、薄いよ、ね、結構バケモンです。最近ね、あの2006年の中日のオーダーを見てちょっと泣いたんですけど、その時から大島一番打ってた。7の時はもう打ってた。その時も知ってて、まだ現役バリバリ。やばいよね。どんだけ活躍が長いのかっていう。で、今日解説濃いぞ、多分これ。じゃあ、2人目です。はい、2人目。はい、うわ、素晴らしい、素晴らしい。え、すごっ、すごい。ヒントもらってもいいですか。古川とかね、リーチです。もうすでにリーチの方がいます。あー、来ました。しかも俺も古川って言いました。すごいな。藤野、はい、ありがとうございます。久々の登場だって。京平さん、藤井選手。あれ一発ゲネいいですか。これは期待値があっただけですね。一発ゲネ、やたら自信あるのに。ああ、誰でも伝わらないのに。はい、福田選手。ピンポーン。うわ、すぎなんだけど。お前なんでいいの。古川さんですよね。福田さんといえば横浜高校の主砲と言われまして、ルーティンがすごい、ね、あとすごい真面目そう、うん、3人目です。あ、もう一切わかんないんだ、それら見たい。家で教えればこれは。おおあおお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 お欲しいね、うん、残って入れます、うん、はい、じゃあ亡霊さん。あ、俺か。亡霊さんで和田和弘。はい、超伝説のレジェンドバッター。はい、和田だけはバッティング真似するなって言うてるらしいです。もう常に3割30本みたいな選手でしたから、うん、で、まあもともとね、はい、この和田西武ライオンズに、まあ岐阜出身ということで、はい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 、中日ファンだったので FA でドラゴンズに来てくれた。おお、そこからもう大活躍でリーグでしょうね、貢献していただきました。じゃあ復活の権利与えますか。復活の権利与えましょう。戻るところ恥ずかしくね。あ、もしやめた。えぇーいや、全勝対4人目。4人。おお、なるほど。おお。ここ超似てるこれ。すごい、やべ、完全に2007年。日本一の時5番サード、7番サードはあの人。ヤッターボールさん。大丈夫。一発。夏木さん、
平田大将。はい、京平さん。中村栗選手。正解。ちゃんとね、中日時代。そうなん、本当はね、もしオープンの、そうそう、オープン寄りの女だったんですけど、まあこの時ね、どこにも拾ってもらえなくて入団テストドラゴンズに入る。へー。で、育成から入って登録されて、そこでバリバリ活躍して日本一を取る。やばいよ。メジャー帰りですからね、一応メジャー帰りで誰も取ってくれないで、中日が拾って日本一経験したのに裏切って楽天行くって。あー、ゆきさん全然野球詳しくないね。正義が全部言っちゃうの。回ってきてないね。そう。あ、じゃあ豆知識言ってくださいよ。中村のり選手じゃないですか。はい。小指、あの、怪我っていうか、なんかで使えないんですよ。普通だと小指でこうグリップかけるんですけど、この、なんだ、5人目いきます。あー、こっち来いよお前。投手です。投手編。投手か。日本のクオリティ素晴らしい。ああ、もう素晴らしい。あ、ああ、すごいね。繊細だね。ちゃんと金取られないように仕上げてきたね。はい。じゃあ君、山本マス投手。うぜー。早く出てほしい。いや、すごいんですよこのピッチャー。マックス138キロぐらいしか出ないんですよ。大谷が165キロの中に138キロ。30キロもそう。それなのによ、プロ野球多分50人ぐらいしかやってない。本当すごい。達成者も熟練のテクニシャン。遅すぎて打てない。違う。138キロに見えてキレがやばい。俺ドームとかで見たことあるけど、実際150ぐらい見えるの。いや、マジでやばい。バカ速いのよ。腹の変化球がもうすごいから。ちなみに大輝さんのマックスが139です。ほら、もう大輝と一緒だもん。で、あとセットポジションと打つ構え全く一緒です。そうなの。こう、こんな感じじゃないけど、こう打ってるから。バッティングマジで。で、もうほぼ振らない。じゃあ6人目。はい。あ、お、なるほど。あ、お、これチャンス。俺ら2回対戦。わー、すごいわ。これすごい。ありがとうございます。俺はこの時のフォームで。そう、チャンスです。見てないです。見なくて。見なくて。いや、普通に当たる可能性がある。あ、松坂。すごい。戦力外通告。ちょっとコンパクトになったね、ソフトバンクの時は。ソフトバンクの時はもっとボコボコでした。やばいね。ということで、松坂大輔さん。はい。もう日本が誇る大エースですよ。おお、当てたな、しかし。静かにしまっていいですか。いいですか、喋るぐらい。撮影してるんで、今。7人目、何が来るかな。俺、ちょっと見ないで当てていい。まあ、当たった場合、1万円もらいます。いきますよ。当たんないでしょ、さすがに。又吉投手。ブブー、違います。アルモンテ選手。ピッチャーじゃないんで、うん、ちょっと実家帰ってやって行きましょう。わからないんだけど。え、わかんねえ。わからないんだけど。え、わかんねえ。これ俺しかわかんないやつです。わかんない。お前癖が強すぎてね。うん、まあよく頑張ったなって感じです。はいはい、はい、まあでもドラゴンズファンの人は分かってる。鈴木よしひろ。そういうことです。ドラゴンズ黄金世代の、まあ、中継ぎエースといいますか。あ、そう。150キロ台のストレートとスライダーとシュート、まあ、伝説のくねくね投法、はい、みんな見たことないぐらい失笑したもん。もっとくねくねしてる気がする。え、じゃあ本物見てみたいよ。見たい。本物見てみましょうか。おお、なるほどね。おまけがあるみたいなんで。これは現役です。今。うん。ごめんなさい。高校時代ですね。なるほど。何が起きた。この人は本当によくわかりません。すごいってのだけわかりますけど。中日ってなんかこういう人多くないですか。なんか変な人多い。変な人多い。変な人が多いのは弱い時だね。強い時はそんな変な人いなかった。これちなみに誰だと思います。これはマー君ですか。いや、あなたが唯一知ってる人です。平田だ。平田です。そうそうそう、びっくりしましたよ今。のりさん見てたらあまりのつまらんせいびっくりしました。あんな悲しそうなのを一緒に見た。はい、ということで以上7選手とおまけということで。はい。いや、もう素晴らしかったです。ありがとうございます。正義がドラゴンズに対しての熱がすごかった。いや、そうだね。野球始めた時からもう家族が中日ファンだったんで、ずっと応援してました。そうだよね。で、僕が応援した時からもずっと強かったんで、ずっとドラゴンズ一色というか。最近はちょっとあまりに弱すぎてね、ソフトバンクに浮気してます。まあでもそれぐらいにちょっとあのドラゴンズの2006年の応援歌をね、旧応援団みたいなのがトランペット吹いてる映像を見て、なんか
涙出てる。なんでだよ。懐かしすぎて。まあまあまあ。もうなんか勝手に流れてきた。もうそれぐらいちょっと感動したというか。はい。いやまたね、ぜひ恐竜復活を皆さん願っていきましょう。次回は。じゃあオリックスでいいですかね。オリックスでいきましょう。オリックスはだから近鉄とか。近鉄もオリックスも。よっしゃ。何を言ってるんだこの人。暗号じゃないですか。ちょっとでも似てたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。ドラゴンズが優勝すると思う人は高評価、しないと思う人も高評価。みんなみんなみんな。それでは次の乗り物でお会いしましょう。バイ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 。